はい、歌手にお仕事にお疲れ様です。花園チャンネルのネギちゃんです。今回ですね、皆さん、もう暑さが和らいでいきますと育てなくなる植物、そちらがですね、コスモスでございますよね。はい、ということで今回はですね、コスモスの育て方、これをね、一から分かりやすくご説明していこうかなというふうに思います。秋の桜と書いてね、呼ばれるこのコスモスなんていうのはね、非常にポピュラーで、まあ群生で育てるとね、もう非常にもう魅力的で、各地でもね、そういったイベントが行われるぐらい、この季節にとって非常にね、魅力的なお花になります。そんなコスモスをですね、ぜひですね、もう簡単に皆さんね、育てていただければなというふうに思いまして、育て方のコツやですね、管理の方法を今日はね、お伝えしていこうと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。なためチャンネル、はい、ではね、簡単にね、コスモスとはね、どんな植物なのかご説明していこうかなというふうに思います。基本的にコスモスっていうのはですね、これね、生まれがこれメキシコ原産でございまして、基本的に一年草としてよく取り扱われます。そんなコスモスなんですけれども、基本的に明治以降にですね、日本に伝わったということで、種類はですね、20種類ぐらいありまして、お色味がね、ピンクや白、赤、黄色、さらにはね、チョコレート色なんてね、チョコレートコスモスなんて言ってね、このちょっとね、ほのかに香る、そういったコスモスのね、出揃っているぐらい、コスモスはバリエーション豊かな、そういったね、品種になってございます。そしてね、開花時期、これね、種類にもよりますが、大体ね、6月から11月まで、秋冬をね、この涼しくなってくる季節、非常にですね、咲いてくれる魅力的なお花とね、なっております。まずね、コスモスの置き場所からご説明していきますね。基本的にコスモスはですね、日当たりのいい場所で育てるようにしましょう。これね、逆に日当たりが悪いとね、コスモスっていうのはですね、こう倒れやすくなったりね、お花つきが悪くなったり、そういったことだらけなんですね。基本的に日当たりが悪いと、コスモスのお花というものは楽しめなくなるよということをね、まず覚えていただいて管理をしていただきたいと思います。そしてね、コスモス、これね、単日植物といってね、これ基本的に日が短くなったらお花をね、咲かせやすくなるというね、これポインセチアとかとね、同じ植物になるんですね。はい、なので基本的に夜ね、こう光が当たったりとかね、ちょっと明るい場所置いてたりすると、どうしてもね、この花がね、咲きにくくなってしまうということで、基本的にはですね、夜の光というものを注意して、基本的に屋外で育てて、そういった日照と合わせて基本的に育てていただくようにお願いします。そしてね、まあ、梅雨時期ですね。はい。梅雨時期、もう基本的にこう雨に当たってしまうと、コスモスってね、もう花が柔らかいので、こう傷んでしまう原因になります。そしてね、根腐れも引き起こす原因になってしまいますので、基本的には日当たりと風が通る場所、こちらに置いていただいて、しっかりとこう乾燥できるような環境をね、まずは整えていただくっていうことが重要になりますので、覚えておきましょう。はい、ではね、コスモスの水やりなんですね。コスモスの水やり、基本的には土が乾いた状態でお水やりをするようにしましょう。この原産であるメキシコなんていうのはね、基本的に雨がこう少ない、非常に乾燥した地域になってございますので、コスモスはですね、非常に乾燥した状態を好みますので、水のやりすぎ、これね、注意しましょうね。水のやりすぎで根腐れを引き起こしてしまう可能性がありますので、しっかりと土が乾いてからコスモスの水やりを行うということで、水やりは控えめに、こちらのキーワードで覚えていただいて、水やりを行うようにしましょう。はい、ではね、肥料と土ご説明していきますね。基本的に土から、まずね、基本的に水はけがいい土を好みますよ。これ水はけのいい土を使用することによって根腐れを防げる、そういった効果ありますので、ぜひですね、水はけのいい土を基本的に使用するようにしましょう。基本的にね、売られているものでいきますと、まあ、市販で売られている培養土であったり、野菜とかをね、育てる土、こちらを使っていただければ、非常にね、水はけのいい状態の土が最初からね、準備することができますので、こちらを使用するようにしましょう。で、ご自身でね、作りたい場合の配合がですね、赤玉土6に対して腐葉土が4、こちらで配合していただくとね、水はけのいい土をご自身で作ること可能になりますので、こちらをね、配合比率として覚えていただいて利用するようにしましょう。はい、で、合わせてね、肥料をお伝えするんですけども、肥料がですね、基本的にこちらね、乾燥した地域でもね、非常に元気に育つコスモスということで、あまりね、肥料を必要としません。逆に肥料の与えすぎはですね、この肥料焼けとか、肥料によって、具合が悪くなってしまう、病気を引き起こしてしまう可能性がありますので、肥料の与えすぎにはまず注意しましょう。どうしてもね、肥料でね、このお花をもう綺麗に咲かせたいよっていう方は、もう緩効性の肥料ですね、もうゆっくり効く、もう固形肥料を水やりと同時にゆっくり効かせていくっていう方法で、容量を守って、お使いいただけると、しっかりとね、花つきいい、そういった肥料の使い方になりますので、ぜひですね、そういった使い方で加工性の肥料をね、与えるようにしてください。
はい、ではね、植え付けとね植え替えのお話です。基本的に購入した苗、まずはね日を置かないですぐにね植え替えをしましょう。で、植え替えするときに注意するのがこれね、コスモスってね直根性、もうまっすぐ下にね丈夫な根っこを伸ばすんです。そういった直根性の植物ってね、根っこいじられるのがほんとストレスになって、逆にそれでね成長不良を起こしたりとかする場合がありますので、基本的にもうそのまま崩さずに植え替えを行うようにしてください。はい、そしてね、こうコスモスってね種から育てることも可能なんですね。はい、で種まきの場合は基本的にコスモス3月にこう種まきをしましてね、こう夏にお花を咲かせる、で3ヶ月後にねこうお花を開花させるっていうねイメージを持っていただいて、ちょっと育てていただければなというふうに思いまして、6月からね、じゃあ7月に種まきをしましょう、しましたら10月から11月に開花をね、させていただくという形で、3ヶ月後に開花するということを見込んでですね、種をしっかりとまいていただいて、植え付けるようにしましょう。はい、ではね最後に病害虫をお伝えしますよ。基本的にコスモスっていうのはですね、病害虫にかかりにくい品種ではございますが、かかりやすいねもうちょっと病気と、病害虫の被害についてちょっとねここではお伝えしていきますよ。コスモスがかかりやすい病気というものは、うどんこぼいや立ち枯れ病、これねカビの一種なんですね。どちらもはい、これ風通しが悪いとですね病気引き起こしがちですので、しっかりとこの梅雨時期の蒸れた時期とかでね、そういった場合に注意して、風をしっかりと通してあげるということで注意していただいて管理するようにしましょう。でこの病気ね、下の葉っぱが枯れ出してきたら、はい、枯れ出してきたらこれね病気が発生しているサインですので、殺菌剤とかを使ってですねしっかりと駆除するようにしてください。さあ、そしてねコスモスにつきやすい害虫、これがですねアブラムシ、さらにはハダニなんですね。はい、まあ、基本的にハダニなんていうのは乾燥した場合に発生しやすいんですので、葉水とか、風通しを良くして防ぐようにしましょう。でアブラムシ発生したらですね、これね市販で売られてるようなそういったね殺虫剤ですね、はい、殺虫剤を散布していただいて駆除するようにしましょう。ということでね、今回はねコスモスの育て方お伝えしましたよ。コスモスはですね、基本的にこの太陽にねよく当ててね、さんさんとした光の下で育てるようにしましょう。そしてねコスモスはね、いろんな楽しみ方も豊富ですよ。はい、花が終わってドライフラワーにねして楽しむのも一つです。そしてねいろんな花色ございますので、ぜひですねご自身の好きな花色育ててみてはいかがでしょうか。はい、今回もですね最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今回の動画ね良かったって方はグッドマーク、そしてねまたチャンネル登録もねぜひぜひ有益な情報を逃さないためによろしくお願いします。そしてねご質問どしどしお寄せください。丁寧にお返ししていきますのでよろしくお願いします。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。花ナイスデイ。